各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のアーモンドアイまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。中からグリーンテンダメス出てまいります。それを追ってキーフェキ2番手の位置、黒い馬体はなんと内牛を通ってノーブルマーズ、ファンマシンほど遅れてスワーブリチャード、その後方からシュバルンラン続いています。各馬1コーナーを回ってこれから向こう上面へと展開します。その外にサトノダイヤモンド続いています。内に並んでハッピーグリーン、アーモンドアイ、この位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。外からサトノクラウン、その後ろからマカヒキ、アシネの馬体、カフリ、内の方ミッキースワロー、外からサンダリングブル、しんがりからサウンズオブアース、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然グリーンテンダです。レースを引っ張ります。 2,3 馬身ほど離れてキーフェキ、その後ろからなんとノーブルマーズ、ラチ沿いの追走、内を見るようにしてスワーブリチャード、その後方からシュバルンラン続いています。半馬身ほど遅れてサトノダイヤモンド、内をじっくりとハッピーグリーン、外目からはアーモンドアイ。さあ各馬ここから差を詰めていきます。大木焼の向こうを通り過ぎていきます。依然として先頭はグリーンテンダです。リードは2馬身、2番手追走はキーフェキ。さあどの馬が仕掛けていくのか。なんと早くもここで動いたグリーンテンダネス、4コーナーを先頭で駆け抜けます。キーフェキ現在2番手、なんと上がってきている。内からノーブルマーズ、シュバルンラン追走、外からハッピーグリーン、外からはマカヒキ、ミッキースワロー追走、外からはカフリ、サトノクラウン追走、外からサンタリングブル、残り200を切った。グリーンテンダネス、グリーンテンダネス、アーモンドアイ伸びてきている。先頭はアーモンドアイ、アーモンドアイ先頭でゴールイン。1着アーモンドアイ、2着にはスワーブリチャード、3着にはサトノダイヤモンド。勝ちタイムは2分24秒0。勝ちましたのはアーモンドアイ。